今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは、三村です。マジでなんですかね。よいしょ。皆さんこんばんは。よし、お水か、水滴が。見づらいかな。見づらいかな。三村ひなです。昨日トゥードゥーリストってのを作ったんですよ。トゥードゥーリスト、片付けとかイラストとか、まあなんかそんな感じで配信でトゥードゥーリストを作って、よし今日は久々のお休みだ、やるぞと思って意気込んで、まあ本日三村ひの7月26日の三村、まず12時ぐらいに起床しました。多分あれは12時ぐらい起床、12時ぐらいに起床しました多分、確か。ね。まあメール書いたりとか、メールとか、まあ朝起きてちょっと元気が出るまでね、ダラダラしてたわけですよ。SNS チェックをしまして、ほう今はこんな感じなのかと。なるほどなと、やってたわけですよね。どんぐらいの時に起きたかな、どれで見てたかな。SNS をねちゃんと追ってたわけですよ。あ、そうツイートをしています。14時13分にツイートをしました、ツイをしましたと。そのための写真を選んだりとかもしたんですよね。写真選ばなきゃっつってこの辺の時間で写真を選んだりしたわけですよ、おしゃべり会用のね。ああいい日だったなと昨日のことを改めて思ってたので、あ NGT48 物語の結果出たなとか、3時ぐらいですよね。
3時ぐらいでね、あ結果出たんだっつって、すごいな、すごいな言うて、よしじゃあそろそろちょっと今日提出しなきゃいけないものがあるから、提出物のね準備をしようっつって準備をしてたわけ、準備4時ぐらいに完成したの、これ自体は完成、すごいやったー、イエーイイエーイとか思ってたんですけど、あれ Google の容量がない、アップロードができなかったんですね、なんかその失礼、もうちょっとウェーイ、 Google のアップロードする容量もなかったの、アップロードの、えっつって、え、じゃあまずは Google フォトの動画とか写真とか消さなきゃっつって、こっから私はずっとエンドレス消しをしてたわけですよ、動画とか写真とか、動画写真エンドレス消去をしてたわけ、でも一向に空き容量が増えないのどうしよう、5時半、全く減らない、あのゼロ、本当に効果がゼロだったわけ、え、あんなに消したのになんで、普通にあのまだ iPhone でバックアップできてないものを動画が消すたんびに新しい動画を保存するもんだから、 Google フォトがね、あの結局バックアップ取れなかったの、なんか何千個のバックアップが残っていますって書いてあるのね。だからどんだけ消してもその消した分空いた分を先に私がアップロードする前にあの Google フォトくんがバックアップ取っちゃうわけ、それによってこの1時間半ゼロ、無になった、無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 よ無で、あーマジしょうがない、メールで送ろうっつってね、ドライブにあげんじゃなくてメールで送ろうって思って、だから提出物はなんとかなったわけ、これはね、これはなんとかなったの、これはなんとかなった、話を元に戻そう、トゥードゥーリストはっていうあれトゥードゥーリストはおかしいな、朝起きて、まあ、SNS チェックとかメールとかまあ普通にやってたわけよ、12時に起きて3時ぐらいまでしょ、で12時で写真選んだりとかやってたから、まあ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 3時間ぐらいはまあダラダラするのは別に悪くないと思うのよ、プロセガやったりしてまして私も、
3時から5時半マジで無理だったんだけど、どういうこと？ギフトありがとう。そして私はね、5時半にみんななんかツイートしたと思うんですけど、え、もう日が沈むんだけどと、え、なんで、おかしくね、やべえ。まあこれ見てわかる通りなんですけど、私ご飯食べてなかったわけですよ。え、このあと2時間半ショールームするんだから6時半からって思って、コンビニに行ってご飯を買いました。食べました。ナウでございますよ皆さん、ナウ。さて、はい、ご飯買って食べ、このね1時間ぐらいでご飯買って食べてナウなんですよ。今に至る、現在に至るでございます。もう一回言うわ、 To do リストは？ねえ、 To do リストは？ねえねえ、 To do リストは？ねえ、昨日せっかくあんなにスケジュール組んだのに、ちゃんとちゃんと上からさ、やることをこうやってやってきますよって。丸1、お片付け。丸2、まあイラスト、まあイラストがほとんどなんですけど、あと3、4もイラストなんですけど、私このお片付けのおの字もできてないの。え、なんでこんなにやるって言ったのに。そこそこ私ちゃんとこの提出物は1時間で終わるはずだったの。だって完成したら投稿すればよかっただけだから、アップロードをするだけで。そしたらその後、よし、じゃあお部屋片付けやろって、3時から 3時4時ぐらいからまたできたわけ。2時間半、私はお部屋のお片付けができたはずだったのにっていう。三村無になりました。消します。あーっていう一日を過ごしました。6時半です。もうこれから私は9時までショールームをします。まあイラストは進められるでしょう、きっと。片付けは9時からやりますかね。でもまた9時からやったら本日のお歌は、明日は、夢の生誕祭。終わった。
ということで、まあね、ちょっとまあここまであまりにも本当に自分が何もできなかったことにねびっくりしたので、まあ正直 Google フォトが Google の自分の空き容量がもうなくなったっていうのがまあ先般ではあるんですけど、普通に写真消せばよかっただけなんだけどね。ちょっとこれからこまめに Google じゃない写真の整理はするとして、まあね嘆いても仕方ないので、サラのねお誕生日イラスト明日なんですよ、7月27日小宮山サラのちゃんと漢字書けるよ、お誕生日てってれーおめでとう、お誕生日イラストをね描いていこうと思うよ。明日はねさっき言った通り夢の生誕祭があって、ちょっとそれも忙しいと思うので先にこれで描いていこうと思ってるんだけど、どうしようかな、 3×4 でいいかな、どうしようかな、まあ 3×4 あーでも1対1でもいいな、1対1でもいい、1対1にしようかな、最近よくこれ書いてるからね。なので私は LINE が来てました。サラのお誕生日イラストが来ます、どうしようかな、なんとなくどういうの描きたいみたいなのはあるんだけど、ちょっとサラの顔をさ調べますね、ちゃんと見て描きたいので。さら何がいいかな、ツイッターとかでいいかな、小宮山さらいだ、そうだね、今日おしゃべり会もあるんだよね、さらの顔ってどうやったらぽくなるかな、また可愛くなってみんな可愛くなっちゃって素敵、どうしようかな、さらてか最近眉毛綺麗にしたんだね、1年前の写真と見比べると全然違う、顔はお顔があったときに鼻があって目があって眉毛は近めで、眉毛近めの垂れ気味で目はね、ここが長い、目尻が長い、二重、口はこういう口、よし、こんな感じでいきまーす。どこだったらこれ画面映んないかな、ここはギリ映るわ、よしこんな感じで描いていこう。
う構図にしようかな。ギア。気持ちいい。ギア。ちょっとあんま喋んないですけどね。すいません。最近のサラの髪型があんまりよく分かってないんだけど、こんなんかな。なんかちょっとおもろいコミカルな感じになってますけど、なんか太い。
こんなもんか。服はどうしようかな。服どうしようかな。どうしようかな。今ツイッターめっちゃ遡ってるんだよね。あ、いたいた。あー戻っちゃった。小宮山さん、どうしようかな。いや、うん、こんなもんやろ。ちょっとバランスが。よし。こんなもんやないの？ちょっとそうだな。ちょっとバランスを整えますね。
こんなもんかな。うん。そうだね。オッケーオッケー。書いていきます。よし。
なんかもう無言でやってて眠くなってきちゃった。あら、こんばんは。ギフトもありがとう。ありがとう。よいしょ。今どんぐらいの人が見てくれてるのか分かんないんだよね。ショールームってショールームの同説人数分かるようにしてほしい、リアルタイムで。あー、助言さんもありがとう。金メダルもありがとう。めっちゃ金メダル取ってますね今ね。よいしょ、ちょっと私水飲みます。あー、見てる？うえー、みんな優しい。見てくれてるんだ、ありがとう。あっつ、そして音じゃないわ、温度下げよう。ちょっとエアコンの音がうるさくなりますけど、ご容赦ください。汗かいてきた。なんで？いや、最近私ね、代謝良くなったんですよ。汗かくようになったわけ。そう、前はね一滴もかかなかったんですけど、最近はねちょっと体質改善がされてきて汗かくようになったんですよね。まあとはいえ一般的になんか汗かかないねと言われるレベルではあることは確かなので、まだまだなんですけど、うん、まあいいか。汗かいちょる。ちょっとやりすぎた。良いんではないか。
ちょっとやりすぎたっぽいな。うん、良いではないか。くっつけちゃおう。いや、いや、くっつけていっか、大丈夫か。どうしよう。シャツ。もうちょっと広いな。こうだな。どこをじゃあ書いたらいいかな。ここ。ここが、いやちょっと変なんだよな。まあいっか、別に。まあいっか、これはいいか。うん、うん、ちょっと変える。
寝終わりにして、ん、ちょっと待ってね。ああ変なとこ、ここか。違う。うん。だから。だとしたら、こうかな。違うな。いや。こうか。こんなもんやろ、こんなもんやろ。ああ、いやー、よかった。なんか変だなーと思ってたのを直してよかった。これで、ね、ここをまず切る。出したところはここか。もうちょっとこれが上に乗ってるのかな。こうだね。違うな。いや、まあこんなもんか。うん。
大丈夫。よし、よし、進んだ。これは消しちゃった、間違えた、消して、よし、ネクスト、キヤー、うわー、伸びをしています。今私は伸びをしています。よいしょ、ちょっと足の体勢を変えよう。あー、足がちょっとしびれてきました。よ、こらで、うん、よし、買おうかな次は。ちょっと違うな。こんなもんかな。ちょっと違うな。で、うん、まあこんなもんか。
と目が近いな。うん、ちょっとちょ目なんかキモいな。よし、よいしょ。ちょっと違うな。違うな。違うな。ちょっと待って。むずいな。いででで で。
うん、こんなもんかな。よいしょ。なんか口がやっぱバカっぽいかもしれん。ちょっと か。あら、手芸さんこんばんは、ありがとう。ちょっと似たんじゃないかな。こっちの方がぽいよね。こっちの方がぽい気がするんだよね。6000件すごいね。累計が多くなるのって、その1回見て、あ、じゃあまた後で来よってなるんですよね。だから比較的累計はね、増えやすいんですよね。ありがとうございます。こっちにしようか。ちょっとこれじゃあ分けて、
よいしょ。あれ動かなかった。ちょっと反応悪くなりましたね。うん、とりあえず OKOK。 直そうか、ここの方がいいね。いやー、はー、眉毛描くか。サラじゃない、もうこれ、これはもうサラじゃない、サラじゃない、え、そっくりじゃない、え、ちょっと私びっくりしてるんだけど、サラじゃんこれもう、え、似てない、え、似てない、似てない、え、似てない、私の勘違いかな、似てる気がするんだよね。似てるよね。でもね、色塗ったら意外と違うみたいなことあるあるなんでね。ちょっと整えようか。もうちょっと斜めにしたいかな。うん、ぴったり。ここにしようか。これもサラだな、顔がサラだもん。なんかちょっとやっぱちょっと首にね違和感を感じるんですよ。
もうこれちょっと消そっかな。この首の塗り消そっかな。よいしょ。ちょっと首太く見えるんだよな。どうしようかな。やっぱ首描き直そうかな。なんだろう、何がおかしいのかな。こういうことだよな、きっと。ちょっとじゃあ直すか。これだと服が。こうかな。
とやっぱ直すか。こっち側も。ちょっと待ってね。こうかな、こうだな。バランスが良くなりましたし、首も細くなりましたね。ちょっと首細すぎるかもしれないな。首長すぎるな。もうもうもうアップ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 、こうかな。ちょっとずれてるのなんやねんこれちょっとずれてるのやだな。よいしょ。ああ骨の折れる作業ですね。いやー、こういうちょっとした突然の直しとかだと、こういうね、細かいね、いらん作業入ってくるんですよね。よいしょ。首首首。
あ、これでやっと綺麗になった。うわもう疲れたよ。もう、わー水飲む。よいしょ。やっとこれでちょっと手直しが終わりましたね。よし、あ、ギフトありがとうございます。すごいね、7000人はすごいですね。累計ありがとう。まあね、ちょっと今日中には終わらなさそうなんで、まあとりあえず線画はどっちにしろ終わらせたいかな。これでね、まあだいぶサラの顔になったと思うんですけど、ちょっとちょっと移動しました。顔をまるっと移動させました。こっちの方が多分可愛いので、さっきだとちょっと顎が長すぎた。よいしょ。まあバランスもちょっとここ膨らませようか、あまりにも直線すぎるので。こっちの方がいいね。そうか。そうか。微妙いな。なんだろう、何が違うんだろうな。こうかな。とりあえず髪の毛描こっかな一回。よいしょ。あー足が。ちょっと組み替えて。よし髪行こう。
ちょっと足が痛い足が痛い足が痛い。まあ別に悪くないかな、これで。最近はもうなんか髪はね、ちょっと人の似顔絵を描くときは髪ごとその線画にするんじゃなくて髪ごと色をつけるから髪の流れだけ描くような感じになってますね最近は。それがいいか悪いかって言われたら別に正解はないですけど、さっきの方が皿っぽいかな、顔の位置ちょっと戻そうかな。こっちの方が皿っぽいな、上の方がちょっと顎が長いですけど。どうですかね、かわいい、やった、嬉しい、かわいく描けてるわ。じゃあもう髪飾りも描いちゃおうかな。ちょっとこれだけ、あ、なんだな、このこのこれ何、髪飾りを描こうか。髪飾りは
よし、ちょっと16無視すぎるかな、変えよう。うん、消えすぎ。可愛くないな、どうしよう。変えていいかな。よいしょ。あー、サラって変えた方がいいか、テロップに悩んでたんだけど変えとこっか。よいしょ。かゆい足が、あのね、蚊に刺されたんですよ、今年、一昨日なんですけど、かゆくてかゆくてもうどうしようってなる。嫌だよね、蚊に刺されるとね、本当に本当に嫌だよね。それでね、中の紙を、ね、消さなきゃいけないんですよ。よし、線画ができた。え、いいかなこれで。うん、まあいいか。よいしょ、全然かわいい。あ、待って、目の書き込みやってなかった。目だけ移動させようかな。これはいらなそうだな。ちょっと失礼。
ちょっと足が痛い。てれてってってって。ちょっと分かりづらいな。よいしょ。うん、まあいっか。よいしょ、ありがとうございます。ギフト、ちょっと何かこんなもんかな。ちょっとだけここの髪直したいな。いいんじゃないの？ねえ、良さそうじゃない？じゃないのかい？可愛くできた。うん。よし。ちょっと一旦休憩。ああ。これで線画ができたので保存しておいて。これ今1時間49分。なるほど。あ、待って。なんか髪の毛。髪の毛重なりフィーバーしてる。ちょっとここ消すわ。
回保存しとこう。これかな。あーよいしょ、よっこらっしょ、イエーイ。よいしょ。あー、休憩。